今度はですね、海流堂のアプラスの、レッスン4のですね、Evolving Airplanes ですね、のセクション3をちょっとやっていこうかなと思います。ね、ちょっと見ていきますね。When we board an airplane, flight attendants welcome us with a smile. と私たちが飛行機に搭乗するとき、フライトアテンダントが笑顔で私たちを歓迎してくれますと。We sometimes see them in their functional or traditional uniforms と。うん、で、私たちは時々、彼ら、まあ彼彼女らが機能的あるいは伝統的な制服を着ているのを見ますと。Their uniforms are also changing と。彼らの制服もまた変化していますと。They ensure our safety and comfort. 彼らは私たちの安全と快適を確保しますと。The highlight of the flight for us is often the meal. と、フライトの、まあ、一番、私たちにとってフライトの一番の見どころというのは、しばしば食事ですと、うん。Most airlines offer some sort of meal service during flights と、うん。ほとんどの航空会社は、飛行中、何らかの食事を提供しますと。They may be snacks and drinks or an actual meal と、うん。それらは、まあ、おやつであったり、まあ、飲み物で、あるいは、実際の食事であったりするかもしれませんと。うん。These are also changing. これらもまた変化していますと。When passengers can't eat certain foods because of their region's health or any other reasons,Other food option can be provided.、うん、乗客たちがある食べ物を食べることができないときですね。それが、その宗教的や健康的、あるいはその他の理由で、食事を食べることができない、ある食事を食べることができないときに、他の食事の選択肢が提供されますと。The airplane seats are getting more comfortable because they are designed on the basis of human engineering studies. と、うん、飛行機のシートですね、座席ですね、飛行機の座席も、以前よりも快適になっていますと。なぜならそれらは人間工学に基づいてデザインされているからですと。The airline is constantly evolving.、飛行機は絶えず進化していますと。Would you like to travel abroad by airplane? と、あなたも飛行機で海外旅行をするのはどうですかっていう感じですね。うん、で、こっちの方見ていきますね。本文の括弧内に合うように括弧内に英語を入れましょうと。これはあれですね、フードオプションですよね、ミール。ここですね、フードオプションズ。で、they are designed, 飛行機のシートですね、それらは人間工学なので、Human Engineering Studies がここに一応ずつ入りますね。Who welcome us、they are when we board anエプレーンと、誰が搭乗の時に私たちを歓迎しているかというと、フライトアテンダンツですよね。Why don't some of the passengers eat certain foods? と、なぜ、一部の乗客がある食べ物を食べることができないのですかと。まあ、これあれですよね、宗教とか健康とか、これですよね。The religion, healthor any other reason って言ってるので、まあ、そこのところを書けばいいんですよね。で、こっちの並べ替えか。次の、過去内の語句を並べ替えましょうと。A lot of shooting stars may be seen tonight. 今夜、
たくさんの流れ星を見ることができるかもしれませんと。Beautiful pictures of star can be taken と。美しい星の写真を撮ることができるかもできるでしょうと。うん、However, flashes must not be used because they are too bright と。しかしながらフラッシュは使ってはいけませんと。それらは明るすぎますって言ってるんですね。で、サマリーの方も見てきますね。Human have been dreaming of flying in the sky since ancient ですね。太古の時代。まあ一番最初にあったこの、うん、どこ行ったかな。ancient ですね。うん。ですね。ancient times と。で、1903年にライト兄弟がライトフライヤーで飛ぶことができて、それ以来飛行機は進化し続けている。さまざまな方法で、これはエンボルブドですね。これですね、エンボルブド、進行形じゃない過去分詞の方ですよね。うん、で、その次が、でいくつかの会社は、これはインベントですね、発明ですね、インベント、うん、新しいタイプのね、その飛行機を発明していると。で、それはより少ない材料って言ってるので、マテリアルズですね、うん、マテリアルズがここに入りますね。でまた飛行機のシートはより、カンファタブルですね。これね、快適ですよね、カンファタブル、どこ行ったかな、シートはカンファタブル、どこ行ったかな、これですね、カンファタブル、快適になっていると。で、それはなぜなら、それは人間工学に基づいてなので、これベーシスですね、ベーシス、これですね、ベーシスですね、に基づいているからです。あなたも飛行機での旅をしてみては、将来ね、ごめんなさい、将来、飛行機はどのようになっているか、あなたは想像できますかと言ってるんですね。でこっちの穴埋めいきますね。 All passengers ですね、これね、すべての乗客なんで、passengers どっかにあったな、これですね、 passengers、ですね、安全のため、にですね、これはセーフティーですね。セーフティーはこれですね、セーフティーね、で、乗客のさまざまな方でサービスを提供しています。 In various ways っていうのがどっかにあったな、さっきな、さまざまな方法で、進化している。多分セクション1かどっかであったかな。In various ways っていうの。これですね。In various ways っていうのが入るといいかなと。で、日々、more comfortable day by day ですね。comfortable はセクション3にあったかな。そうですね。comfortable で day by day も、ここですね。day by day。このところにありますね。day by day。で、倍が入りますね、で、患者は看護師の介入なしに安心に病院行くことはできませんと。 Patients cannot stay in hospitals になりますね、で、看護師は専門的に期待されているでしょ。 Nurses are expected to provide professional care ですね。 Are expected to provide professional care になりますね。必要じゃありませんと。More nurses must be required ですね。で、改善されるべきでしょう。で、The working conditions of nurses should be provided to hire more nurses っていう語順になりますかね。パーッと最後ね、駆け足でやってきましたけども、こんな感じでどうかなと思います。以上で解説を終わりにします。
もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただければ次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。